多分あれ牡蠣の養殖ですよね。養殖？いやーすごい綺麗なんだけどな。これも真っ青な景色だったらめっちゃ綺麗なんだけどな。はい、チムチャンネル、チムです。下関へのたっぷりはですね、広島県東広島市を今やっと過ぎるところぐらいですね。もうちょっとで広島市、心もとない一人の旅ではございますが、何事もこの年になってやるっていうのもね、なかなかねおつなものでございます。本当にね、この48はすごく乗りやすいバイクなんで、実力ないですよ。うん、本当に。うん、めっちゃ快適。おぉ、いやー、綺麗な景色だね。残り190キロぐらいかな。190キロの旅、お楽しみください。広島南区東雲からです。ちょっと交通量が多いので、この辺はあのドライブレコーダー代わりにねちょっとやれたらなと思います。危ないしね。これバイパス乗れんじゃろ、これ乗るで、これ乗るよ。海は広いの、広島バイパス終了しまして、ここはいいですね。海の景色ちょっとこう、はい、順調に来てますね。今お時間は何時？何時だ？11時21分。あれから1時間経ちましたが、もう結構順調に来てますね。いやー楽しいわ。で、もうちょっとで宮島ですね。うん。これ多分2キロぐらい、ちんたら、ちんたら行くんでしょうね。あ、海の匂い。うわ、磯の匂いがすごい。うん、牡蠣って感じの匂いがする。良さそうな、アホも焼きの、あーはーひーはーはー、あー、もう腹減った。でおわ、981キロです。て見えますかね、981キロです。てうほう、たぶんあれ牡蠣の養殖ですよね。養殖なのかな。おはー、もう海の景色は素晴らしいですね。まあでも山口県はちょっとね警察が多いというあの話らしいので、ちょっと注意しながら行けたらなと思ってますね。よかった。なんで救われた、あのうどん。あのうどんなかったら終わってたのかな。山口とか。セーブしました。